こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張れジムのセリダーです。今日は、胸が硬い人でも、簡単に改善できる、練習のコツについてお話ししていきます。胸の硬い人が、やった方がいいポーズって、伸びた猫のポーズっていうのがあります。こういうポーズで、実際これなんかこう、すごく胸を開くのに適したいいポーズなんですけれども、これをするときに、うまく胸が開く感覚までたどり着かずに、肩でこう止まってしまって、こういう感じで無理してこう肩を痛めてしまうっていうことも起こり得てしまうので、そうならないためにどうしたらいいかっていうことについてお話ししていきます。肩ではなくて、伸びた猫のポーズにこのしっかりと胸、そうではなくて言い方を変えると肋骨が動くっていう感覚が意識できるといいかなと思います。ただこう開くにしてもこう腕でこう肩だけをこう動かして開く感覚を作っちゃうんですけど、この胸自体がですね、こう肋骨自体がキュッとこう開くイメージっていうのが作れると、伸びた猫の方でもこう肩と関係なくこうこの中の肋骨を動かすっていう感覚になってきて、実はこの感覚って本当はこう猫のポーズの中でこの中のこう肋骨をこう動かすっていう感覚を実は練習してるはずなんですけど、どうしてもこう首からっていう全体で背骨を動かそうとして首の動きで逆に詰まっちゃうっていう感覚がなりやすいので、こう自分のこう背骨もそうなんですけど、肋骨の動きを意識してあげると少しこの辺は動かしやすくなるのかなと思います。そうは言っても、さっきの猫のポーズの話なんかは、それが言われてすぐ分かるのであれば苦労しないよっていう話になってくるので、もう少しこう実践的な具体的な、話にしていこうと思います。では実際やっていくと、最初、腰に手を当てて側屈をしていきましょう。でこの時ってここら辺で案外伸びづらいんですよ。でこの時にここを伸ばす時にコツとして、腰に手を当てたものを肋骨の下あたりに手を当てるようにしてください。でここでこう肋骨の下をグッとこう押し出すようにしながら、でもし上があればこっちのこう足もキュッと踏ん出して引き上げるようにしながら側屈をしてあげると、しっかりと、ここから伸びるっていう感覚がつかみやすくなってくるので、ちょっとこれなんかを意識してみてください。で今の方法でこれ自体が結構もう腕が窮屈になってできないよっていう人は、壁を使うっていう方法もあります。こう壁をこう押す力でこういうイメージですね。壁をこう押して、押した力で、ここのこう、肋骨を押し上げて、足とこう壁でこうグッとこう押し上げながら、側屈をしてあげると、普通に倒れるよりもかなり、ここが開くっていう感覚がつかめるかなと思います。で今のを楽にやる場合なんかだと、例えばこう、ブランケットを丸めたりとか、こういうストレッチポールですね。なんかある人は、ストレッチポールを使って、下に置いて、でこれがこうここを突き上げて支点を作ってくれるので、このままこう側屈をしてあげると胸が開く感覚っていうのがつかみやすくなります。肩だったり高いなっていう人はこういう感じでこうブランケットを丸めた状態でやってあげると、もうちょっとこう低くなったり潰れたりするんですけど、支点を作る感覚っていうのはしっかりとできてくるので、このくらいから、始めてあげるっていうのも優しい方法でいいかなと。でこの辺をやってあげて、今だったらこっち側が開いてるので、伸びた猫のポーズをこうもう一回やってみたときに、まあ、肩をやっていただければ分かるかなと思うんですけど、片方をこうやった後、やった方のこう胸がしっかりと開く感覚っていうのがつかめるので、この辺は確認してみてください。でこういう基本的なこう動きなんかをポーズに応用すると、またちょっとこうポーズが変わってくるし、ポーズ自体の理解が深まって楽しくなるかなと思います。例えば、簡単な動き、ウォーミングアップとかで、よくグループレッスンなんかでこういう側屈なんかしたりすると思うんですけど、この時にただこうこっちを支えて倒れるだけじゃなくて、こっちの手でこう押した力でグッとこうこっちを引き上げるようなこういう動きを入れてあげると、よりこう倒れた時に自分の重さと突き上げる力でこう入れ違いが起きながらしっかりとこう開いてくるので、普通に倒れるように、下でこう開いた感覚っていうのが作れるようになってきます。で、この下からのこう突き上げるっていう感覚が分かるようになってくると、これがそのまま、サイドプランクなんかやった時も、こう、押した力でこう引き上げるっていう、
感覚がもっと取れるようになってくるので、サイドプランク自体も力強くなってくるし、サイドプランクをやった時にこう胸が開くっていう効果もしっかりと意識できるようになってきます。あとは結構、これを目標にしている人が多い、ハトのポーズですね。ハトのポーズの時なんかに、やっぱり大きくて、この状態の時に、苦手な人ってただ手だけを持っていこうとしちゃうんですけど、手ではなくて、こっちとこっち、手でこう、引っ掛ける力が、こう、押す力に変換できるので、こう、引っ掛けてギュッとこう、足で、手を押して手で足を押した力で反対側のことをぐっとこう引き上げるようにします。そうすると手だけじゃなくて肋骨ごとこうさっきの側屈してる感じをこの状態で作るので、胸が動いてからこういう感じで開いてくると、ただ無理やりこう掴むんじゃなくて、この形を取ることによって輪っかができているので、より普通に側屈よりもハートのポーズを取ることが目標じゃなくて、ハートのポーズを通じてハトのポーズって普通に側屈するより胸が開くためにいいポーズなんだということが理解できて、またハトのポーズが好きになってきます。でこの、状態から、前を向こうとした時に、これをこう持って前を向く時もどうしてもこう肩で持ってこうと引っかかるので、この状態でこうここを開いていくとスペースができるので、しっかりとハトのポーズでこう前を向けてくるっと回る形になってくるので、この動きなんかが、どうしても窮屈になる人は、ここの動きですね。で、こういう動きは、その、側屈で、こう、胸を開くっていうところから、つながって持ってくるっていうところが分かってくると、基本とこう、ポーズのつながりなんかが分かってきて、面白いし、どんなに硬い人でも、その練習ができるっていうことも、理解して、前向きに練習を取り組めるかなと思います。いかがでしたでしょうか。今日の練習をしてみて、胸が開いて気持ちよかったとか、ポーズ同士のつながりが、分かって面白かったと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価いただけるととても嬉しいです。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。